こんばんは、今日は2016年11月17日夜のスピリチュアル TV の時間です。この時間はね、カノンサウンドとして私富田カノンが放送させていただきます。今日は東京地方は緩やかな暖かさの中で、まあコート着たり脱いだりみたいなね感じで、温度調整がすごい大事という感じですよね。皆さんの地方はいかがでしょうか。ね、電車に乗ったりするとすごいムワッとしたりとかして、脱がないと汗ばむし、またヒートテック着てると暑いしっていうのでねうーんっていう、もうその汗がそれで冷えてきて、ちょっと風邪ひいてる人とか咳込んでる人とか多いなって感じがしています。ね、本当その辺の洋服の1枚脱ぎ着だったりで、皆さんの体調管理しっかりしていただきたいと思います。でまたね、風邪をひくことでその溜め込んでいたストレスを発散したりとか、溜め込んでいた感情を咳によって出すとか、そういうことがね行われてるんだろうなっていうのがね、今すごく自分で私自身で感じてます。私はボイストレーニングやってるんですけど、あとヒプノセラピーとかやっているんですけども、そこでいらっしゃる方とかも今ね、体調にいろんな異変がある人とか、帯状疱疹が出たとかね、鼻水が止まらないとかね、いろいろな方いますね。でこの間お会いした方とかも、満月があったせいなのか、それからの影響だったりとか、人から受ける影響を自分に取り入れて具合を悪くなってるとかね、そういう人とかも多いですよね。うん、なので、今日はそんな話をいろんな角度からいろんなことをお話ししてくださる素敵な方をスピリチュアル TV でも、お迎えしたいと思います。今日はね、たくさん質問とかしていただいて、それで番組を進めさせていただきたいと思いますので、どうぞ皆様も聞いてみたいっていうことありましたらね、結構何でも大丈夫だと思いますので、どんなことでもその答えがやってくると思いますので、楽しみにしてください。それからもう一つ、私15日お誕生日でした。28歳、今年もバブルを知ってる28歳のお誕生日でした。今年もですよ、うん、たくさんFacebook やメッセンジャーやミクシーとか、またスピリチュアル TV のところでもお祝いのメッセージいただきました。ありがとうございます前後半年プレゼントを受け付けておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、それでは、今日のゲストお呼びしましょう。純子セレンディさんです。こんばんは。こんばんは。はい、よろしくお願いします。ようこそおいでいただきました来ちゃいました、ね、純子さんは、私はですね、最初申し訳ない、存じ上げなかったんですけど、私の知り合いがすごい素敵な方がいるんだよってお話ししてたら、もうね、何時間も話しちゃうんだよぜひスピリチュアル TV にゲストで呼んでくださいっていうねリクエストがあって、うん、それで検索をね早速してみたんですね。そしたらたくさんの動画があって、うん、メルマガとかも出してらっしゃるんですね。メルマガで動画形式のメルマガを出してらっしゃるんですよね。そうですね、主に動画貼り付けちゃってますね、はい、でも一番その動画の方がやっぱり声のトーンだったりとか、話してるニュアンスとかで、やっぱり文字では伝わらない言葉がね、うん、感覚が来てすごいいいなって思いますよね。まあでも YouTube のチャンネル登録しちゃったらメルマガ意味ないのかなって思う人多いかなって思ってはいるんですけどでもメルマガは逆に文章の補足を付加してるので、まあメルマガはメルマガで楽しんでいただければいいかなと思ってますけどはい、はい、ね、そんな純子セレンディさんですけど、よかったら自己紹介からお願いいたします。はい、カノンさんはこのつい先日お誕生日だったんですね。そうなんです、15日に誕生日だったんですね辰年ですか。亀
年っていつも言ってるんですけど犬年です。え、じゃあ28歳はジョークですか？あ、大きなジョークです。毎年28歳でね、何年間もやってます。45年生まれなのでもう本当は46歳ぐらいになるんですけどね。あ、そうなんですね。じゃあ亀年ですね。はい、そうです。じゃあ、あ、私はもう40歳の、はい、6月生まれです。あれですよね、前後半年間ずつ誕生日のプレゼント受け付けできるんですよね。そうです、1年間ってことですね、ざっくり言えば。なんかそれもそれいいなと思って聞いてたんです。ぜひ使ってください。はい、今使います。この間そういう風に言ったら、毎日がクリスマスなので毎日クリスマスプレゼントも OK って言ってるやつもいましたけどね。あ、いいですね。なんか毎日記念日に塩遊びっていうのを最近私やってます。あ、それは本当素敵ですよね。うん、でも超くだらないんですよ。いいじゃないですか。ただ難癖つけて外食に行きたいっていうだけなね、外食するとまたね、自分の食べたいものがそこに頼めば出てくるっていうね、幸せですよね。だけど本当にあれなんですよ、ブームがやってくるんですよ。ハッピーデー、ハッピーデーブームですか？あ、いや、食べ物のブームがやってきて、もう同じものばっか食べ始めるんですよ。あ、寿司ハマったと思ったら今、肉ハマってます。いいですね。お肉とか結構そういうベジタリアンとかね、なんだフルタリアンっていうんですかとかね、いろいろそういう方もいますけど、純子さん的には肉もバンバン OK っていう。あ、なんでもなんでもですね。うん、なんでも食べます。おいしく食べてればね。はい。いいかと私も思ってますけど、うん、はい、お寿司三昧。いや、お寿司のブームが過ぎて今肉なので、何日ぐらい続いちゃうんですか？あ、だから週に2回か3回なんかお肉食べに行きたいなって、今日しゃぶ食べたいなとか焼肉食べたいのを真剣に考えてる。真剣にっていいですよね、やっぱね。振り幅大きい感じがする。そちらはどちら辺で今日は放送していただいてるんでしょうか？あ、これは自宅で、私今水戸市に住んでるんですけど。水戸分かりますよね、納豆が美味しいところ。はい。納豆しかなんか目さんないですけども、私も水戸出身じゃないんですけど。ご出身は違うなんですね。はい、別なんですけど、子供の時から水戸黄門が大好きで、水戸黄門が大好きで、うん、めちゃくちゃ水戸黄門好きだったんですよ。それだから水戸に住むことになったのかなってちょっと引っ越した時来た時はもう本気で思いました。水戸のどの辺がお好きで？でも水戸ってやっぱり庭園があるので、うん、三大庭園、兼六園、後楽園ですか。はい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 。あと偕楽園とかの周りはすごい緑地もあって、へー、すごい美しいとこですよ、湖もあって。そういうね、水があって自然があってっていうところはやっぱりいいですよね。そうなんですよ。それでなんか隣の市も焼き物の町なので、うんうん、なんかとにかく景観がすごい好きですね。あ、景色のいいところはいいですよね。はい、私の家が東京のね、多摩川沿いなんですね。蒲田の方、生まれたのはまた違うところだったんですけども、今多摩川沿いなので窓を開けると多摩川が真下に見えるんですね。だから多摩川おはようみたいな、いいですね、今日も綺麗に流れてるねみたいな。いや、歌いたいですね。加納さん歌やってらっしゃるって聞いた。私も家ではもうかなりじゃんじゃん歌ってますけど。じゃんじゃん歌ってますか？緊張迷惑。すごい 大きそうなお家ですもんね、この。いや、全然ここ
すごいちっちゃいマンションなんですけど。マンションなんですね。大きくないんですよ、まあ、ただ、まあ、仕切りがないから広く見えますけど。うんうん、その中であの歌われたらすごい響くんじゃないかなっていう壁の感じを見ていると。そう、結構響いて、うん、まあまあ近所迷惑ってさっき言いましたけど、結構防、ここペットも飼えるマンションなので、うんうん、あの防音は結構しっかりしてて。あ、じゃあ大きい声で。はい、でかい声で歌ってます。どんなジャンルがお好きですか？もうジャンルとかは昔は、うん、あのクラシックの歌をやってた。声楽家ですか？いやー、それがね、あの声楽行きたかったんですけど、うん、お金かかるからやめてくれって言われた。だからあの結局、うん、あのちゃんとはあの大学とか行って全然関係ない、また別の学部、社会学系の大学行っちゃったんですけど。あ、社会学、音楽からいきなり社会学の方へ。あ、高校生の時に本当に音大行きたいなと思って、うん、なんかそういう準備をしてたんですけど、うん、なんか音大ってお金かかるんですよね、もうお金かかるから行かないでくれって親に言われたらもう行けないですよね。あ、まあまあ、どっちみちそうクラシックの世界は多分厳しかったでしょうから、まあ言っちゃいいですけど。私が高校と、短大でですね、クラシックで音大っていうのに行ってたんですよね。だから、あ、でもあれですか、イタリア歌曲とか歌ってました。ソプラノ、ソプラノですね。今ちょっとハスキーボイスで、あの酒焼けっつうんですか。お酒結構飲みますか？はい。そこは躊躇しません。いいですね、即答で、はい。なので、そうですね、クラシックを始めて、そこからジャズを、ジャズのね、あの即興性っていうんですかね、あのアドリブで歌うっていうのが楽しくなって、音楽の世界、ジャズの世界へ転身しましたけどね。あ、いいですね、うん、それが今私ヒーリングをやってるんだけど、宇宙語のヒーリングって何が出てくるかわからないっていうのが楽しいんですよね。まあこのお話もそうですけどね、まさかの音楽トークからっていう感じでね、何が出るかわからない、宇宙語も何が出るかがわからないんですよね。で、そういう、いや、ちゃんとメロディー通りに歌わなきゃいけないって、クラシックから外れてジャズに行ったおかげで、あ、そういう変な音程の声を喋っても違和感を持たなかったんですよね。なるほど。だから全てやっぱりなるようになってるんだな、みたいなね、感じで思って。そうですね、うん。ぜひあの一緒に、じゃあ今度歌いに行きましょうって。はい、ぜひ。面白そうですもんね、純子さん、華やかだから。いやいや、そんなことないですよ。いやいや、そのお顔で華やかじゃないなんて言われないですよ。あ、私いつも、うん、だいたいドスピンで歩いてますから。私もそうです。今日はね、純子さんがいつも綺麗にしてらっしゃるので、お化粧したびちょっと一応してあるぐらいだね。いや、今度からすっぴんにしましょう。それはいい、すっぴん女子会トークっていうのはオープンでいいですよね。あ、でも私出かける時とか結構、うん、あれすっぴんだし、お話し会とかも全然すっぴんで出かける時も、ただ気分なんですよね、これも。結構でも動画だとなんかすごいね、あのたくさんの方にご迷惑をおかけしない。ご迷惑を出る。こじまりしてお話し会とか全然ドスピで。ああ、自然体なんですね、すごくね。そうですね、どっちかっていうと、うん、もうこの放送終わったらすぐ化粧落とします、ね、そうですね。あの、本当すっぴんの方が肌に優しいっていうかね、なんか塗ってるっていう感覚とか私も嫌いですね。昔、私たちの時代ってバブルの時代だったりとかして、もう本当学校に行くのに、大学行く時なんかみんなヴィトンだシャネルだスーツ着て行ってましたからね。すごい、あの肩パッドありね。もちろんです。いいやつですね。そうです、そんなの着て。おー、かっこいい。ハイヒール履いてね行ってたんですよね。
そういう時代じゃなかったですか？うーん、私田舎出身だからちょっとあんまりバブルって言ってもなんかちょっとあんまりそういう感じの土地柄ではなかったなんか、はい、もうまあ音大っていうのもあって教授とかもベンツだ、BM だ、アウディだとかね、そういう時代でした。なるほど。ちょっと横文字の車はあんまりよく分かんなかったですね。そうですね。本当だから、あの懇親会だったりとかね、学校のそういう後の終わった学校終わって、それで、まあ音楽の声楽のねレッスンとかがあって、その後本当お寿司屋さん行ったりとか、飲めないけどもカラオケスナック行ってみんなで歌ったりとかしてね。なるほど、すごい時代でしたね。あ、バブルっていう感じなんですね。ザがつきますね。ザバブルの時代。そう、バブルを知ってる28歳でございました。なるほど。成長してません、そこからってね。そうなんです。なんか咳込みますよね。私ちょっと喘息持ちなんで、ちょっと本当咳込むかもしれないですけど。はい、どんどん出してください。はい、すいません皆さん。あの皆さんすいませんって感じですけど、視聴者の皆さんもぜひあの一緒にじゃあ咳込んでみてください。はい。今日排出デーということで。はい、うん、ね、体、そう、私今日ねお聞きしたいの、まず体のこととかね、もう食のこととかもなんか気になさってること、よく酵素玄米だったりとかね、そういうのどうかなとか。うん、あれ美味しいかな。日頃自分で自炊、自分で自炊なさってるって言うと変だけど。そうですね、あの、うん、最近酵素玄米は美味しいなと思って、うん、ご自分で作られる？そうです、そうです。おうおうおう。だけどあの私の友達がやっぱりそういうの作ってて、うん、食べたらめちゃくちゃ美味しくって、でいつも食べたいから自分で作るしかないんですよね。うん、なんかあのとにかく、まあ、すごい健康にいいってことは分かってるんですけど、うん、どちらかというともう健康に良くても美味しくないと私は絶対に続けてないし、作ろうとも思わないので。まずは美味しい、とにかく美味しいから食べてるっていうのが一番です。そこ大事ですよね。幸せ感っていうことすごい純子さんおっしゃってますもんね。そうですね、なんか幸せ感にこだわってるわけじゃないんですけど、結果、うん、こだわってるっていうか、まあ、結果人間幸せ感で生きたいと思ってるじゃないですか。そう思います。うん、で私が自分から何か発信するときは多分幸せ感っていうカテゴリーに入る、うん、ことの話になっちゃうのかなって思ったので、そういうふうに集約してみてるんですけど、うんうんうん、まあ要するにでも幸せ感って言っても主に私の場合はあれですね、うん、笑いなんですよね。本当ふざけてるっていうことですね。その辺のテンションも大好き。私もそうですよね。なんかあんまり昔からシリアスっていう風になれなくて、まあまあでも本当に真剣にね話聞いてますよ、ちゃんと。こんなところで一応言っとくけどみたいな。過去聞いてましたよとかって言ってるみたいですけど、聞いてます。いつもちゃんと話真剣に聞いてるんですけど、真剣味がなさそうに見えるかもしれないですけど。いやいや、そんなことないですよ。これがまたお仕事になるとね、スイッチがきっとポッと入るんでしょうかね。いや、ないんですよ、そういうの。あ、そうでもない。このまま変わんない。なんかカテゴリーがないですね。仕事してるみたいな感覚しかないです。あ、ただ遊んでるっていう感じはありますけど、ね、なんだろう、あの、とにかく、あ、そうだ、一個言えることはですね、はい、秋っぽいんですよ。そうですか。はい、すごいうちの母親にいつも言われてきたことは、もうあんたは秋っぽいからっていうことが、もうとにかく欠点のように言われてきたんですけど、でも、
どんなに言われても直んないですよね、秋っぽいのだけは。秋っぽいを長所にすると何ですか？あ、秋っぽいっていうふうに、ん、なんかいつも秋、昔の人って結構なんか石の上にも3年とか我慢強いのね、もう続けるっていうことに関して、まあ今みんなそう思ってると思う。今70歳ぐらいのお年頃の方とかね、うちの親なんかもそうですけどね。そうですね、私継続こそ力なりとか、うん、なんかやっぱりその続けることに関しての良さっていう、もちろんすごいたくさんあると思ってるんですけど、うん、なんかとにかく秋っぽいので、うん、秋っぽいはさ興味が多いとかね、きっとそれはあるかもしれないです ね。例えば学生の時もバイトとか5種類ぐらいやってるんですよ。すごーい。あの1個のやつを週5とか無理なんでお、1回でっていうか1週間に5種類やってるみたいな、そういうスパンのなんかこだわりもなくって、例えばほら、うん、月1回の仕事を抱えてたり、派遣だったりとか登録制とかねやるやつだったりとか、いろいろなんかいろいろなんかやってる、あ俺面白そうとかってやってるうちに、なんか一気に5個ぐらいの種類の仕事やってたりしたりすることもありましたね。でもそこから得てきた経験が今生かされてる。それは特にないと得てきた経験が生かされてるとかはないんですけど、うん、あ、私は例えばこういう仕事は向かないんだなっていうのはあの知ることができたりはしてますね。そこよく分かったみたいな、うん、多分すっごいコンビニとかで働くともう大パニックになって、あのレジが長蛇の列になるので、ね、やんない方がいいってことは分かってますね、本当コンビニのバイトをやってる人ってすごいいっぱい覚えることがあるから大変だなと思ってね、つい見ちゃいますよね。だからなんかつまりいつも結構役立たずなんですね。だからいろいろチャレンジ面白そうと思ってやってみるんですけど、私はここにはちょっとあの迷惑をかけてしまうからやっぱりこの仕事はちょっとやめた方がいいなっていうふうに思った仕事とかも結構ありますよ。おお、今長くやってるお仕事って何でしたか？長くやってる仕事ないかな。ないかな。今はないんですよ。今純子さんの肩書き的にはなんていう？あ、動画を配信するときはなんかこう、うん、あった方がいいかなと思って、ノンデュアリティナビゲーターって。思ってますけど、うん、そこが今メインのお仕事ですかね。そうでもない。仕事にしようと思って始めてないんです。あの別になんか自分が今まで、あ、これはもうあらかじめなんか動画にまとめておいた方が便利かもとか、見たら みんないつもこの話聞いて喜んでくれるなとか思うやつは繰り返し一人一人に言うよりも動画にまとめておいたらいいかもしれないっていう発想が、まずぜひあのね、あの皆さん動画でねメルマガ登録するとバーってリストとして載っているんですけども、 YouTube でもねあのいっぱいご覧になれる。でナンバー今いくつまであるんですかね。なんか今40何本ありますか？多分あるんだと思うんですよ、うん、で正直私喋ってるだけで何の管理もしてないから本当にあのうちのマネージャーっていうか、まあ、バトナーなんですけども、はい、マネージャー兼プロデューサー兼みたいな感じで、もう何に私は把握してないです。全部任せっきり。いいですよ、そういうやってくださる方がいるっていうのはね。もうね、純子さんはお話しすることだけで。そうなんですよ、なんか基本別に何にも役立ってなくていやその内容が素敵ですもの。ありがとうございます。だから長続きしてることはないですね。2年ぐらい、あ、そうだ、去年あの去年一昨年ぐらいまで会社経営してましたけど、会社も売っちゃいましたし、もう飽きたらもうやめる飽きたというスタンスだったとか必要がもう今もうなくなったとか思うと、うんうん、その見切りをつける時ってどんな感じでしょうかね。その
会社の場合は、うん、あのうちの子供がもう、うん、スポーツ施設とサッカーチームとサッカースクールを経営してたんですけど、1個はそれはもう子供たちがあの寮生活入っちゃってジュニアのチームだけだったから、なんかもう他に情熱傾けてそのチームをやってくださる方がいたらやっていただければいいかなと思ってお譲りしたり、あとは、まあ、ネイリストとかもやってたんですけど、うん、今さっきねちょこっとつべ写ってすごい綺麗にしてらっしゃるなって、はい、これはうちのスタッフがあの独立したのでそのお店の今お客さんになってあーすごい、ちゃんと引き継がれてるというか技術をね回ってるんですね。そこのお店ももう今年の4月にスタッフに独立してもらって独立してもらってそろそろ独立したらどうでしょうかってあの打診したら、うん、じゃあそろそろ私も独立しますっていうふうにあのスタッフのスタッフがおっしゃったのでそのようにいたしましょうかみたいな私はこれからお客様やります。すごいいい流れですね。循環してますよね。いいトーラスが流れてる感じが。あ、まあそんな感じですよ。だから秋っぽいから、うん、とにかく長続きしないんですね。秋っぽいっていう言い方ってやっぱ日本語的にちょっとなんかネガティブワードに取られてることあるけども、純子さんにとってのその秋っぽいっていうのは全然ネガティブじゃなく、ただ次に行くからさよなら手放したよっていうね、卒業しますみたいな感覚ですよね。そうなんでしょうね。あの、うん、もう次にやりたいことができちゃうから、それをやり始めるって感じ。我慢、あとはコンサル業とかをやってきた、コーチングとかコンサルですかね、まあ、そういうのやってたんでそれは長続きしてるっちゃしてるんでしょうけど、なんかこう種類が変わってきてるっていうか、うん、今はノンデュアリティ的な話を中心にするということになってますもんね。なってますね結構あのクライアントさんというかお客様というかね、そういうどんな方が多いですか、いらっしゃる方は。うーん、まあ一言で言うと自分のことがよくわからないっていう感じですかね。どんな展開になっていくんでしょうね、わからない。人ってなんか自分のことがよくわからなかったりするじゃないですか、うん、自分がああこんなこと考えて、なんか気づくっていうの好きですよね。そうですね、気づきっていう言葉大好きですもんね、うん、なんか一皮むけちゃうかもっていう思いがあるのかな、気づきって、うん、でもやっぱり気づくってことはもともと知ってるってことが前提なんですよ。うん、そうですよね。なんか認識できないんですね、本当に知らないことは。うん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 、まあよく例え話するんですけど、例えば携帯電話とかを、まあ、例えば古代のどこかにバーンって置いてきたら、うん、これをあの認識できないですよね。うんうん、あの石かなんか、なんか変わった石か何だろうっていう感じになって携帯電話の中身とか使い方とかどんなものなのか、うんうん、どういう仕組みで動いてるのかとかっていう意味記憶があれば、うん、あこれは携帯電話だって知ったり落ちてるものを、あ携帯電話落ちてるとかっていうふうに気づくことができるんですけど、うん、そもそも知らないと気づくってことはできない。うん、で風景の一部みたいに思っちゃったりとかね。うん、そうですね、うん、だから気づくってことはもともと知ってるってことです。あ、みんな自分の中にあるんだよっていうね、うん、あの昔ブッシュマンって映画でね、コーラの瓶を上からブッシュマンっていう種族のところに投げ捨てられて、でこれは何に使うんだっていう分かんなくて、うんうん、なんか、食べ物を叩いたり何か叩いたりとか、そのうちそれで喧嘩になっちゃったりとかして、それをこれは良くないものだって言って捨てに行くっていう映画ありましたもんね。ああ、そうなんですね。まあそれと一緒だと思いますうん、気づかれた時皆さんの反応っていかがですか。やっぱり泣く人がほとんどですかね。ああ、
腑に落ちたみたいな、うん、だと思います。私ここにいたんだみたいな、うん、なんかあんまりそういう表現じゃないかもしれないですね、うん、なぜかというとその単なるヒーリング的なこととか、うん、単なる本当にああ気づいたみたいなことよりももっと根源的なところに行くことになるので、うんうんうん、簡単に言うと探求みたいなものが完全に終わってしまう方がほとんどかもしれない。おお、一番深いところですね。うん、まあノンデュアリティセッション的なことを言うとそうですけどね。ただその私がやってる種類のセッションでもビジネス系が絡むやつっていうか、なんかウェブサイトをパートナーと作ってて、うん、自分の本当にこう、まあ何でしょう、魂からできる仕事みたいなやつを婚職とかソウルワークとかっていうふうに名付けて、ソウルワークは素敵、うん、なんか自分がやりたいことをやれること、うん、何かなっていうのを探っていくっていうセッションに関しては、うん、まあそれが目的になっているので、結構何していいか分かんないみたいな、何が好きなのかも分かんないとか、何が向いてるのかも分かんないっていう人とか多いですか？そうです、最初はそういうふうにおっしゃる方がほとんどなんですけれども、うん、実は結果から言うと、うん、そういうものがないんですよっていうことを知ってもらう人もあると思います。おー、いいですね。本当はそういうものはないんですよ、うんうん、セッションっていうのはどういうことかっていうと、もう人はそこに自分が存在してるだけですでに役割を担ってしまっているので、役割がないっていうふうに勘違いするとこことで役割をまたさらにこう探していくみたいな、なんかすごい込み入った遊びをしてるみたいな。込み入った遊びをしてた。はい、そうなんですよ。込み入った遊びをしてる感じの世の中なんですけれども、うん、実は存在してるだけでもすでに無限の価値があるんだっていうことを、この人が気づいてた時にっていうか、まあ本当は気づくっていう言葉はもう最初から知ってるってさっき私申し上げたんですけど、うん、はい、なので思い出すっていう言い方を私は主にいつもしてるんですね。うん、なるほどね。そういう意味で、うん、まあ気づくでもいいんですけど、気づくことっていうのは本当は知ってることを思い出すことでもあるので、うん、だからあ自分ってそうだったんだなって思うと、うん、何者かになろうとすることがストップするんですね。うん、まずね、はい、何かを追い求めて、うん、仕事とかなんだろう、特にお客さんはその分野だとフリーランスとか起業家さんといっても個人起業家さんが多いんですけれども、なんか自分の中で何者かになろうとしなくてよかったってことを思い出すと、純粋に自分があこれやるんだなみたいなものがポッポッポッポってこう出てくるような感覚を体感されるですね。でそのポッポって出てくるような感覚がふっとこう思い出された時にこうパチッとなんか涙になる瞬間が皆さん終わりになるんだと思います。それってなんだろう、自分の本心とつながるっていうか、本質とか、まあ、人に潜在意識だったりとか、そういうとことつながるって感じですかね。なんか私の中にはその表現も否定することはできないというか、うん、そういう捉え方でが、まあ、出てきた人はそういう捉え方でいいと思う。だけど私が思ってることは、うん、特につながるとかもないってことなんです、うん、つながり先とかないってこと。
これだからねっていう。ここ言いにくいよね。そうなんです。だから言語表現として別に自分とつながるとか、なんかそういう表現があってもいいと思ってるし、うん、そういうなんか感覚を感じるっていうことがその方があれば、うん、それでそれが真実だと思うので、うん、それでいいと思ってるんですけども、うん、私としては例えるならば、うん、純子女ですよ、はい、一応女なんですけど、うん、女って当たり前に女と思ってるから女であること主張したりもしないんですよね、うんうんうん、例えば女であるのに女でないというふうに最初思ってて、うん、どうやったら女になれるのかみたいなのに探してったら実は女だったみたいな。おなるほど。同じことなので、もう一人の女である自分とつながるみたいなことはちょっと違うと思って、ね、分かりやすいですね、うんうんうん、だからそういうことを例えにすると分かってもらいやすいかと思うんですけど、うん、別につながり先なんて本当になくて、ただ単にそれだったっていうことをただあなんだってこう思い出すだけみたいな感じでしょ、うんうんうん、なんかいっぱいそれこそ、ね、最初お化粧の話したけど顔の上にいっぱい塗りたくってるのが本当の自分でいたんだけど、すっぴんになったよねっていう、そうそう、そんな感じでもいいと思います。別になんか他の顔があってつながったわけでもなくて、もともとそれだったっていうことでしょ、ね、その塗りたくってる方がああだこうだ、これがもうちょっと目を大きくしなきゃとか、ああだこうだの雑談をが喋っていて、そっちが本当だと思ってたんだけど、 あらすっぴんにしたらもっと素直な素敵じゃないっていう、それもなんか変な表現だけども、ね、まあでもそういうことでいいと思います、うん、ただその化粧してる顔を過ごすってことも別にいけないわけではないし、うん、それは体型の種類であるっていうことはまあ変わりはないんですけども、うん、ただ、まあ、セッション今セッションの話の中身に関して話が及んでたから、はい、別にその化粧塗りたくって顔で暮らすっていうことも別に OK なんだけど、うん、そうじゃない、そうじゃない側をやりたいっていう人が私のところにセッションしにいらっしゃった時にはそういうお話をしてそういうことに至るっていうだけなんですけどね。いいですよね、本当どの自分も好きになるっていうか、そこからまた化粧しないと街なんか歩けないわとかね、うちの母なんか一緒に今日も出かけたんだけど、口紅もつけないであんた出かけんのみたいな、なんでよみたいな、いいじゃないっていうね。うん、どれでもだって自分はこれが気持ちいいし楽って言うと変だし、これでいいんだもんっていうところをね、主張したい時もあるし、いやそうねっていう時も、ライブの時はさすがに化粧しようかなとかね、どれも私ね、そうですね、だからつまりこれでなくてはならないっていうことが、うん、まあ、一つの制限だったりすると、うん、まあ、そこに没入するってこともなくなるっていうことなんだと思います、うん、あ、結構そういう悩みとかでいらっしゃる方ってこういう感じになっちゃってたりするんですかね、で見えなくなってるのかな、うん、そうですね、悩み、なんかね、私が普段お話しさせていただく時っていうのは、うん、なんかもう悩みとかっていうことの解決とかっていうことよりも、うん、悩みの根源的な発生するメカニズムがもう動画とかで分かってたりとか、うん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 、あとはまあ動画出す前からもそういう話しかしてないので、だんだんそういうところに至ってくる人がほとんどじゃないですか。だからその根源的なものに関して知るっていうことの動きで来られる方がほとんどのような気がします。端的にだからなんか悩みを解決するみたいな目的をちょっと超えたところでお話をすることが多いかもしれないですね。結構その内面考察的なことを
するっていうことを自分でも、うん、まあ、ノンデュアリティ的にって言っても足が勉強しているノンデュアリティ的なやり方なのかもしれないんですけど、はい、ある程度それでこういうことだと思ってるんですけど、ここってどういうことなんですかねみたいな感じで、うんうん、あの自分なりにここまでは分かったんだけど、ここって本当はどういうことなんですかみたいな感じの話からスタートすることが割と多い。いいですね。なので、うん、動画を出してから急激にそれが本当に増えたので良かったと思ってます。じゃないと動画でお話しする内容を動画にしてなかったら一人一人一対一で同じ話をずっとしてることに、まあ、それが普通だと思うんですけども、そうですよね。なんかこの部分はもう動画にしてし、だからよくこれだけのやつ無料でいいんですかとかって本当そう思う。多いんですけど、うん、でも私からしたらすごい手早くその先の話に進めるからいいと思ってるんですね。うん、本当あのね、動画を見せていただいて、おお、すごい公開してくれてね、これだいぶ楽になるよねって、自分が問題を作ってるのの、あの原因を掘り下げだったりとか、そういうののね、やり方もなんでどうしてそうなったとか、誰が作ったっていうとことかね、そこをやってっていただくと、公開してって、それを自分がやってっていただくと、あ、原因の大元のところだけ、最後ドンっていうところだけね、あの開示してもらえればいいもんね。そしたらそこがなかなかね、やっぱりこっちの問題もこっちの問題もどの問題も全てここだった、ここが原因だったっていうのが分かっちゃえばね。そうですね。だからそこら辺がすごい自分の中で、あの、明らかになってくるように一応組み立ててあるんですけど、あの、明らかになってくる、まあ、その段階で見るのをやめる人は多分そういう体験じゃない体験をする方たちだと思うので、別に全員がそれによってそうなるとも思ってないし、全員が私の動画をなんか好きで見るとも思ってないし、本当に情報は、あの、必要な時に必要な方に届けられるっていうふうに、うんうん、アクセスする人はね、もうそうやってね決まってるというかね、うんうんうん、なのでそれによって、なんだろう、それはでも、うん、ある意味本当に根源的な仕組みのネタバレについて話してるのであの、みんな、あの、自分が一番特別だと思うんですね、人間は、うん、私の体験は私において一番重要なわけですよね、うん、もちろんそれが特別意識であり、うん、分離感覚であり、分離意識であり、うんうん、それイコール本当に私っていう意識そのものであって、うん、それ自体が、あの、体験というストーリーがを今形作ってるとも言えるんですけど、うんうん、だからよく本当はノンデュアリティっていうのは、うん、私はないっていう、あ、はい、これがノンデュアリティですよねっていうふうにおっしゃる純子さんが言ってる話ってノンデュアリティ的な的な何ですかっていうふうに言われることはたまにあります、うん、そういうふうに私はないってことノンデュアリティだっていうふうにもう解釈が起きちゃってる場合は、うん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 、そういう方の場合はそういう質問もたまに来ますけど、そうですね、いろんな方がねノンデュアリティってことで発信してらっしゃいますからね、単に非二元っていうことなんですよね、うんうん、ノンデュアリティ非二元ってことは、だから私はないっていうことは、まあ、非二元の全体しかないっていう表現そのものですけど、はい、でも、本当はそうなのにそうじゃない体験をっていうか、その例えば分離意識が芽生えてたりっていう現象空間そのものを有というふうに私は呼んでいるので、はい、今から出てきた有の中では、うん、ないのにあることを知るためのイリュージョンが発生しているので、うん、私たちがエゴが消滅しないんですっていうふうに言ってこられる方とかいるんですけど、うん、一回も私はエゴは消滅したことないですしお肉食べたいってね全
り意識が消滅したことはないですし、本当はないんだけど、あるふうに感じるっていう現象が起きてるだけなので、うん、それ自体が現象なので、うん、その仕組みが二元相対的に見えている イリュージョンというストーリーの中では相対的に見えているだけで、うん、それそのものは絶対的なものであるっていうお話が本当はノンデュアリティ。ね、本当そこの概念的なところがね、うんうん、あなたがどういうふうに感じてたんですかって、どう捉えてたんですかっていうところからもう変わっちゃいますもんね。そうなんです。なので、うん、結局ノンデュアリティの話っていうのは、うん、あの言葉を使った時点で概念化するしかないので、うんうん、言葉を使うイコール概念化することをそのものなので、うん、本当のこと言うと、まあ、言葉では表現できない世界だと思ってますけど、うん、なのでいつも私は例え話を結構多用して、うん、雰囲気感じてくださいっていうことを、まあ、本当の大元のなんか宇宙の出現とかそういう世界に関しては数字とかなんか例え話とかで雰囲気を体感するっていう遊びに、うん、してエンターテインメントみたいな感じでしてもらえればわかりやすいですよね。やっぱりその何か例で例えで言うことで自分の知ってるもう本当に知ってるものがね現れてくるわけですからね。あ、こんな感じかっていう、うん、でも本当に私の中で内発的に起きてるビジョンは言語化できてないのが事実なんです。そうなんでしょうね。やっぱり多次元のもの何次元のものとかを言えないですもんね。 その感覚って、そうですね、形もまず言えないし、まあビジョンだけは重力の干渉を受けないので、うん、何次元でも垣根はないんですけどね、うん、そこの部分に関して言語化っていうのはなかなか難しいけど面白いね。ね、はい、うん、そこら辺ですよね。そこはなんか本当にあ、そうだっていう風になると同じ空間にいることができるようになったりとかねするんでしょうけど、まずこの見てるものがだけが正解ってなってしまったりしてるのに凝り固まりつつあると柔軟になるといいですよねって思いますよね。あ、まあ、見てるものは本当は別にビジョンなので、うん、ないんですけどね脳内の単なることような神経回路網が作り出すものをただ、うん、私たちが見るという神経回路の動きによって見てるっていうことをただ思わされてるだけで、うん、本当はどこにも何もないんですけど、なんかレイヤーの重なりって言ってみたいなね、うん、まあ振動しかないですね。すべてそこから発生しているもの。まあでも本当にね、ポットがあるとかコップがあるとか、じゃあこれは何、触れてるのに何とかね、うんうん、ないのっていうとこだったりとかするのかな。振動があります、はい、振動の集まりだったりとか、その歪みの集まりで形になってるみたいな感じですか。より固定化された振動っていう感じ、ね、あ、固定化された、その、うん、固定化って言い方でいいのかな、オリジナルの、うん、まあ、材料みたいな周波数振動数が始まりの光、つまり振動だとすると、はい、最もそれに遠い状態ってことです。ねしか言う、それから遠い状態のことを私たちの言葉で言うと、うん、低い振動数っていうふうに表現するんじゃないですかね。そうですよね。高いとか低いで、だから低いが悪いとかでもないと思うし、遠いって感じです。そうですよね、オリジナルから遠いって感じうん、そのね、いっぱい集まったものっていうか、ただ振動数が遠いだけなんで。そうですね、そのぐらいの方が分かりやすいですね。こねくり回るとまた分かりにくくなっちゃうとかもしれないですね。そう
そうですね、うん、そういうきっかけ、そういうふうに、あ、そうだったってなったのはいくつぐらいからなんですか？うん、そういうのはないです。あ、そっか、最初から。そうですね、うん、ただ言語化ができるようになってきたのはもちろんに言語が喋れるようになってきた。あー、うーん、わかりやすい、まんまだからね。そうですね、うん、あの、うん、山とかもここが富士山でここ高尾山でここ御嶽山でみたいな、下みんな一緒じゃないかみたいな、ちょっと違うか。ただね、あのあれですよ、いろんななんかストーリーを工夫して、うん、中ではその全種類の無限の種類の振動数に分かれたことを分光というふうに呼んでいたり、分光した一つ一つの振動数のことを意識体っていう表現をしてみたりしてた時期もありますけど、やっぱりなんかちょっとその表現遠いなと思って最近やめたりとかしてます。例えば、じゃあ人間のそれを体で言ったら、じゃあそれが胃袋だったり肝臓だったり、でも体みたいな。それともまだ本当違うんですよ。難しくなってきた。なかなかそれはあの全部が振動数になったってこと。うん、うん、なんかガッチャンって一つのガラス玉をバンって割ったとしたら、うん、粉々になりますよね。はい、粉々になって一粒一粒が全部違う形だとすると、うん、そういう状態になったなってるってことです。うんうんうん、でもその今有限の世界で話してるから、ガラス玉終わったら、うん、どんなに粉々になっても有限の数にしかならないんですけど、それが無限の数あるっていうことなので、うん、そういう感じ。言葉って歯がゆいっていう感じ。あ、無理だと思う。そうですよね。あの2ステップぐらいで話するしかないんです。そうですね、本当。はい、なんだけどそれは限界の数じゃなくて、もっと無限にあるっていうような、うんうんうん、そういうイメージ。そうですね、そうですね、うん、わあ、ボキャブラリーがって思ってしまうけど。ありがとうございます。今日ね、チャットもうすごいいっぱいいただいているのでね、読んでいきたいと思います。ありがとうございます。いっぱいぴぽさん、こんばんは。はるさん、じゅんこさん、いつも素晴らしい動画ありがとうございます。ゆきはなさん、こんばんは。ハッピーバースデーありがとうございます。はるさん、質問です。全ては勝手に起きていて自由意志はないとのことですが、現実は全て自分の投影ですよね。その辺が混乱してしまってます。本当はどちらなのでしょうか。よろしくお願いいたします。だそうです。そこは自分の湧いてきた思いの通りに現実を見てるだけなんですけど、その湧いてくる思いが勝手に起きてるっていう。もう一回言います。はい、ごめんなさい、今違うことが言ってた。今なんか思いが湧いてきてるとしますよね、うん、思いの通りに現実が、まあ、同時に出現するわけなんですけど、うん、その湧いてくる思いっていうのが勝手に湧いてきてるってことです。うんうんうん、そうですね、そういうことです。だから勝手に湧いてきてるわけですから、うん、自由意志は本当はないね、うん、例えば自分がこうしたと思ってるっていうふうに思わされてるみたいな、受動的に意識が認識する脳のメカニズムなので、うん、例えばネガティブな思考も起きてきてる、うん、勝手に起きてくるから自分で操作しづらいんですよ。だから思考の現実化とか取り組んでもできない。思考より前に浮き上がってきてるものっていうかね、それを思考、うんうん、そう、思いがもう勝手に湧いてくる、でも湧いてきた思いの通りに現実が見てる、うん、見てるって仕組みなんですよね、うんうんうん、なので何々しようっていうふうに自由意志でやるって、ただしですよ、うん、例えば、神経回路の動きっていうのは視覚認知と、うん、まあ、知的情報処理ですね、それと記憶がミックスされてぐじゅ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 って脳内でこう神経回路が動いて、うん、ジーンって思考とか感情とかが出てくるので、うんうんうん、
記憶が変わってくれば思考も変わってくるんですけど、うん、でも全て自由しかないっていうのは、例えば私の動画に出会うとかも見始めるとかも自分で決めてるようだけど、それは勝手に起こってるってことなんです。だから勝手に動画を見始めて勝手になんか変わその入ってくる情報が変わるから記憶が変わってきて思考も変わっていくようだけど、うん、全部勝手に起こってくることを連鎖的にストーリーで見てる感じなんですよね、人間は。ねえ、そう、結構その勝手にっていうのが、勝手にってさあみたいなの最初私もよく分かんなかったんだけど、うん、あでもそうだよねってなっちゃうと、それしか言葉言いようがないってなっちゃいますよね。うん、今自分がこうしたいっていうふうに思うってことが勝手に起きてるってことです、うん、でも人間って面白いんですよ。腹減った時に勝手に腹減ったと思うじゃないですか、うん、それと一緒ってこと、うん、日々起きることですね、それね、一番毎日起きてますから、そこの時ね確認するといいですよね。なんか都合よく動いてることはでも勝手に起きてることを人間は認めてるんですよ、うん、大半。例えばこうご縁ですねとかすごい人と会ってすごいあいい出会いだなと思った時ご縁ですねとか言うじゃないですか、うん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 、なんか勝手に起きてるってことをちゃんと知ってますよね。そうですね、うん、あとは、うん、これは運命だ、運命なので この仕事なんかやりこのことはこの楽器はとか、例えば、うん、運命の出会いだったんですその時とかっていう風に、じゃあやっぱり勝手に起きてるってことを人間はどっかで知ってるから、うん、いいことに関しては勝手に起きたことを知ってるんですけどうまくいかないと嫌だって思うから認めたくないっていうことが勝手に起きてる。わかりやすい、本当ですよね。運命だったりとか偶然ですねとかいうのは勝手にってことですもんね。そうで、偶然も必然もなんか本当は占いだったから同じ意味ですよね。そうですよね、なんかたまたま偶然みたいなことと必然でも決められてたっていうことはもう運だと表の話なんで、まあ同じことですよねそれが勝手に起きてただけなんですよね。うん、その認める順番がちょっと思考から入ってたかこっちからっていうのが分かったかっていうことですかねって言えばいいのかな。ああ人間、あの脳のメカニズムですか。うん、ああ脳のメカニズムはなんか研究結果によると脳の神経回路が例えば動き肉を動かすっていう指令を一番最初に出して、うん、2番目に私が指を動かすっていうふうに思うっていうことがあって、うん、3番目に実際に指が動くっていうふうな順番になってるらしいんですけど、うん、でも人間の感じ方としては一番最初にっていうのが指を動かすって思って、それからまあおそらく筋肉を動かす指令がいくと思ってるんでしょうね。動かしますよみたいなと思ってるんですよね。思ってるんですよ、うん、だから人間が自分が指を動かすと思ったっていう思うやつも脳の神経回路の指令として意識っていうところに渡すわけですよね、うん、自分私が指を動かすっていうふうに思うってことを思えよみたいな渡すわけですよ。うん、あのなんかこの間私もちょうど聞いてきた話で、ボクサーとかがそのパンチとかね、そういうのって時速60キロぐらいなんですって。でもこう来るなーで避けるようだと遅いんだけど、細胞が知ってるから先にふって避けられるっていう、それを、うん、あこう来るから避けるってやってからだとぶつかってから痛えなるっていうね、もう先にだから脳がっていう脳なのか細胞、うん、指令を出してるんですよ ね、うん、ちゃんとそういうのはね出てるそうです。万事が万事そういうとこそれでってことですよ、うんうん、結果だから人間は間違いなく観測装置
ですね。わお。なんかいい、なんかその観測装置という言い方がちょっとね、宇宙人的な感覚で好きっていう感じ。観測装置なんだし、うん、これそのものが始まりの光でできてるので、うん、それそのものであるというか、あの全てを作り出したそれそのものでありつつ、うん、観測装置であり、まあ、体験者と観測するってことは同時に行われてるって感じ。うん、なるほど、面白い。なんか三味が合体してるっていうのがちょっとありますね。うん、それが人間のなんか面白い特徴ですよね。すごいですよね、それが全部行われてる人間って。そうですね、なんか自画自賛する発言っていうのもなんか面白いですよね。自画自賛大好き私。もういい。まずは。うん、はい、ありがとうございます。はるさんいかがだったでしょうか、ご理解いただければね。本当今の感じで、これからね、あ、私の体先に動いてたわとかね、そういうの、はい、右足動かします、左足動かしますとかやってないわけですからね。なんか、まあ、永遠に逆転は起こらないですね。うん、そこ観測しながら過ごしてみると面白いと思いますよね。はい、ミントさんこんばんは、よろしくお願いします。ガッチャンさん、ジュンコさん、いきなりカノンさんの年齢解明。あれ、皆さん知らなかったの？まあずっと28歳言ってますから、たまに言ったりしてますけどね。そうですか、全然平気。ジャムさん、言わせちゃったんだと、ごめんなさい。大丈夫ですよ。あのジャムさん、嘘、本気で年下と思ってました、母。ミントさん、こんばんは、よろしくお願いします。純子さんの動画いつも楽しみに見せていただいてます、ありがとうございます。ななこさん、かのんさん若いですね、実年齢より10歳くらい若く見えます、ありがとうございます。10歳だと30ある、もうちょっと20歳くらい若くしてください。ずずしい。自画自賛続きます。ようこさん、質問です。スピリチュアルの知識をたくさん学んで、たくさんの知識を詰め込んでも、それぞれの答えは自分の中にあるなら、多すぎる知識は混乱するだけですよね、ってことですね。いかがでしょうか。もう一度だけお名前を教えてもらっていいですか。陽子さんです。はい、陽子さん。陽子さんがそう思うのであれば、それが真実です。だからどこにも正解はないし、どこにも基準はないし、陽子さんがそう思ってる。そう思うってことが起きてしまっているってことだよね。だから余計な知識は多かった、もうそんな必要なかったなって思うことがあれば、それが起きてることで、自分にとってはそれはもう余計な知識だったなっていうことで完了完結ですよね。でも例えばその後に、あ、でも余計な知識だったけど、いろいろ知れて面白かったななんて感じることがまたこうその後あるかもしれない。それは何が起こるかわからないんですけど、今の時点ではそう思うことが、皆さんご自身のそれが真実になりますね。ね。純子さんもたくさんのアルバイトをしてきたことが楽しかったかもしれないし、それをたくさんアルバイトしてきたから混乱してるとかって一切思ってないでしょ。今のところ私の場合は思ってないですけど、そう思う人もいるかもしれないですね。そういうことです。ご理解いただけることが起きたでしょうか。はい、ミルクさん、こんばんは。純子さんの動画とても分かりやすく、いつも楽しみに見せていただいてます。今日の放送すごく楽しみです、ありがとうございます。ありがとうございます。ラニハワイさん。ラニさん、純子さんの放送楽しみにしていました、 YouTube をいっぱい見ています、ありがとうございます。ありがとうございます。メオさんかな、ミオさんかな、純子さんにカノンさん、どちらの側からオファーしたのですか。私からです。共通の友達がいたんですよね。はい。それでね、共通の
方がいて、それでもその方にぜひぜひって言われて、私も動画をね見せていただいたんです。本当だ本当だと思ってもうすぐご声かけさせていただきましたよ、うん、やっぱりでも面白いですよね、あの共通の知り合いがいて、ねね、それでたまたま紹介してくる、うん、なんかね、それであの地球さんのとこにも出てらっしゃるし、地球さんも私もねキャンドルライトの時ご一緒しててお世話になっているし、でまたその動画も見せていただいて、お面白いと思ってこれはスピティビーにもお呼びしない、あの質問も結構あのバーッきますからねそうそう、はい、いつも言ってるんですよ、質問勢いがあってすごいですよねまあ、みんなで輪を掛け合ってるっていうのがたまんなく面白いなと思って、もう声がかぶりまくってもう、うん、大変なことになってねえ、もうお祭り騒ぎなんでね、そうですね本当ね。でまた地球さんのところではそういう悟りだったりとか、またねノンデュアリティ深く掘ったところのお話とかなさってるので、私はそこはあんまりないなと思ってね、また違う部分の純子さんをまた出していただけたら楽しいなと思って、うん、またそれはいろんな番組ぜひ見てください、多方面から純子を知れ、今日は今日でなんかあれですよね、うん、女子トーク的で楽しいですよね、はい私もう本当ね最初どうしようかな、どんな質問、うん、多分質問出ないかもしれないと思ってたんですよね、そうだよねそうだよねって思っちゃうから、うん、だけどやっぱり視聴者さんの中でねきっとあのこのコーナーを盛り上げてくれるんじゃないかと思って絶対お呼びするっていうのは絶対そうだよっていうのが出てたんで、あとは蓋は開けてから楽しもうと思ってましたね、そうですね、はい、嬉しいです、ハレムさんこんばんは、はじめまして、よろしく、動画拝見しています、わかりやすいですね、うんうん、YouTube とか変わったのですかね、 YouTube の ID とか変わったのですかね、なんかあスピ TV のね、スピ TV の YouTube ID 変わったのかな、ちょっと分かんないです、小橋アルさんに聞いてくださいだって、ダニさん、純子さんは非二元を説明していらっしゃいますが、引き寄せやパラレルワールド、言霊はないのですか、それとも他の捉え方でしょうか、そうです、引き寄せやパラレルワールド、言霊ないですか、それとも他の捉え方でしょうか、うーん、引き寄せっていうのはエメラルドタブレットの知識ですよね、うん、エメラルド引き寄せの法則って多分メタシークレットの中に入ってる話の一部分で、うん、でメタシークレットのオリジナルをたどっていくとエメラルドタブレットの話につながるかと思うんですけど、うん、なんか法則的なことが7つか8つだったのかわからないですけど、うん、書いてある話、引き寄せの法則っていうのは、うん、つまり意識イコール現実っていうことをそのまま語ってることだと思うんですけど、タイムラグが発生するみたいな概念になっちゃってますよね。そうですよね。何かを求めたからそれがやってくるという時間でっていうね。そうですね、うん。でも意識イコール現実なので、引き寄せるということよりも、同時っていう感じ。ここに一緒にあるでしょっていう。で、パラレルワールドに関しては、パラレルリアリティの動画を、はい、出してます。今っていう時間じゃないんですよね、今っていうのは本当のこと言うと今イコール意識イコール現実なので、それを今っていうふうに呼んでいて、それを時間というツールで流し見してるみたいな状態、うん、時間っていうツールがパラレルリアリティ一枚一枚の絵をこう映画のコマのコマ送りみたいな感じで流し見してるような、そういう道具を時間というふうに読んでます。私たちが4次元の世界にいるんだけれども、
3次元にいると思っているので時間っていうツールをまあ利用してみてる。でも本当はその1枚1枚の内に自分がいるので4次元にいるんですけどね。で言霊っていうのは、厳密に言うと言葉が音の羅列としてあるときにその音の集合体が持つエネルギーのことだという理解でいいんでしょうかね。うん、言霊もそうですね。だとしたら言葉に限らず全てがそれそのものの周波数帯を持っているので全てが全ての種類のそれぞれのエネルギーを持っているってことになります。非二元っていうのはすごい狭い話なんです。本当は二元でないっていうだけの言葉なので、うん、二元、なるほど、二元でない世界っていうのは無数にあってですね、もっといっぱいあるね。四次元までに見えているところの話から二元ではないっていうふうに言いたいとは思うんですけども、二元じゃないどころの騒ぎじゃないんですよ本当なので結局多次元の話をすると非二元、つまりその私たちがある対立概念の二個極と極に見えているものが実は一つのものを二個の対立概念で、例えば紙だったら紙の表と裏っていう2で見てるんだけど本当は1であるっていう、1っていうかそれそのものがただあるだけっていう非二元の話を、まあそういうカテゴリーの狭いところで非二元っていう言葉を当てはめてるんでしょうねきっとね。非二元ってことは二元でないところ全てなので、そしたらもう多次元の話をするしか私にはないって感じですかね。うん、面白い。じゃあ多次元って何ですかってなるとどうだ。多次元っていうのは、ただ単に次元が上昇していくので終わりないです。無限です、私たちが捉えてるだけでは4次元までは捉えられるはずなんですね本当は、時間感覚を含めれば、でも本当にちゃんと捉えてるのは3次元までですよね、3次元っていう次元っていうのは方向の、まあ、言葉で話すしかないので、ね、言葉で言うと方向です、うん、方向が増えていくってことです、1次元は点、方向がまあ1次元じゃない0次元は点なので方向がないですね、でも点がバーって重なっていくと1次元になってやっと1方向できますよね、はい、2次元になると2方向できて、3次元になると縦横斜めっていうか、まあ、高さっていうか 3方向できて、4次元はその立方体が全て重なり合ってる第4の方向ができてっていうことなんです。例えばまあよく例え話っていうのは、まあ、ゲームの中でもそうですね、一番メジャーなキャラクターでなんかスーパーマリオとか、はい、まあ例に出しますけどよく、画面の中でマリオ横に動けって言ってもマリオは前後と高く飛んだり前に進んだり後ろに進んだりするしか方向がないんですよね。そうですね、横に動けって言っても横の台、つまり3番目の3次元の方向を彼がもし人間だとしては持ってないので、見えないんですね方向が、彼にとっては方向がないんですね、そういう感じで私たちは4次元までの方向は時間というツールで見てますから、だから本当は4次元の存在としてただ3次元の立体的な一枚のこういう絵が重なってそれを滑らかに動いてるのを時間というツールで見てるっていうことで、一応4次元まではギリギリ捉えられると思います。だって4次元にいるからね距離があるからね。行くとなると、マリオが横に動けって言って第三の方向が分からないのと一緒で、私たち人間にとっては分からない方向になってくると思いますけど、それが無限に重なり合ってるので5の次は6、6の次は7って数字がずっと無限まで続いてあるのを私たち人間は知っていると思うので、無限次元までそれは多く次元があるので一言で多次元という言ってるんですね。本当はね、距離っていうのがあるようになってから
ここからここに行くのに時間っていうのも出てきたんでしょうかね。その中ではね。そうですね、距離イコール時間ですね、本当は、うん、ここからここに行くっていうのがあるからね。移動してるっていう感覚は距離というふうにも言えますもんね。そうですね、うん、ここだけじゃなくなるからね、ここからここに移動してるっていうのが、道のりっていうのがあるからね。それでまたそこの一次元があるんでしょうね、時間というね。そうだから、その次元の進み具合のセオリーで、一応ギリギリ4次元まで、まあ3次元まででもいいですけど、その方向っていう一つの考え方を、まあ、例えにして、その先にだから5次元があった人は、私たちにはマリオみたいに捉えられない方向があるんだなと、うん、6、7、8、9ってなったら、もうとてもじゃないけど捉えられない方向があって、うん、でも数字と一緒で無限、終わりがないんですね、うんうんうん、なので終わりがないんですって。めでたしめでたしみたいな。っていうか、まあ、その私は周波数同調がちょっとあって、まあ、そういうところでビジョン化が常に起きていて、そのことを言語化してるんです、うん、いつも、うん、その言語化して説明するっていうのが本当歯がゆかったりするけど、あの YouTube の中でいっぱいね、その図にしたりとか、また図平面の中に書いて、そこからまた説明していただくとかね、あれが本当分かりやすいですよね。ぜひあの皆さん、またナンバーワンからずっと見ていただいたら、それでまたこの動画をね、録画を見ていただいたら、本当分かりやすいなと思いますよね。そうなんですよ、だからご質問いただいたやつ、もしよかったらもう一回ね、動画見てみてください。宿題だって。すごいボリュームでなんか動画シリーズ作ってるけど、それを今一言で説明しようと思うとなかなかね、ね、難しいっていうのがあります。うん、本当ここで聞いといて、また動画を見て、またこれを見るとすごいわかるだろうな、あ、このことかって腑に落ちてきやすいと思う。そうですね、うん、よかった来てもらって。はい、ありがとうございます。あ、ぜひスピリチュアルランキングのボタンが、私たちの写真、顔が出てるところの下に青いボタンがあります。スピリチュアル TV.com ですね、そこをスピリチュアルランキングボタンを押していただけると嬉しいです。あと、この番組は寄付で成り立っておりますので、今日見てよかったなという方は、ぜひスピリチュアル TV の方、ご寄付のお願いっていうのがあります。そちらの方でぜひよろしくお願いいたします。それからミントさん、幸せ感はどうやって体験できるのでしょうか。でも、どうやってという方法論は意味がないのですよね。悪夢を見たり、ここ何年かなくらい、ここ何年くらいずっと無価値観側から出るクオリアを体験しています。無価値観ばかり目いっぱい体験して、自分ではお腹いっぱいな感じを感じているのですが、生まれてからずっと孤独感や虚しさばかりが出て、幸せ感は数年くらいしかなかったです。辛いですってことです。うんうん、だいぶひょっとしたらミントさんは、うん、動画を見て、見進めてきてくれてる感じですね。なんか、うん、その表現がすごい、動画を見てくださった方ならではのクオリアとかね、表現が使われて、うん、まあ、近頃、なんだっけな、最後の、前々回ぐらいの動画に多分、ひょっとしたらまとめたのかもしれないですけど、あ、まあ、じゃあいいです。今日は、じゃあ、無価値観っていうものを別の角度からお話ししてみたいと思いますね。きっと多分それは、ミントさんだけじゃなくて、他の方も多分、当てはまる。ことかもしれないのでね、無価値観っていうのは自分の価値がない、価値がないってことですよ。無価値っていう言葉はまず価値がないってことですよね、うん、何の価値がないかっていうと、私がその存在しているっていう、私たち人間の存在に対する価値がないことを
フィーリング、不安感とか不足感とか、まあ、焦燥感とか、まあ、自己承認されたい気持ちだったりとか、そういうものが芽生えてくる。あと孤独感だったり虚無感だったり、うん、そういうものは無価、存在が無価値であるという見えない感から、その無価値という、まあ、見えないフィーリングがあって、それが土の下の栄養みたいになってて、そこの栄養を吸い取って不足感とか、まあ、その孤独感とか虚しさとか、まあね、ミントさんおっしゃってるようなフィーリングが育って出てきてしまうっていうようなイメージでお話ししてます。で、無価値感っていうのは言い換えをするとどういうことかっていうのを、他でもまあ何回か話してるんですけど、今日また改めてお話ししておきますね。無価値感っていうのは言い換えると、何かをしないと愛されないっていう文章に置き換えすることができると思います、うん、なぜかというと、何かをギブしないと、与えない、自分から放出して与えないと何かをもらえない。なぜなら、何かを放出して出さないと自分は愛される価値がないからっていうような置き換えになってしまってるんですね、無価値観というのは。それは、あの、親との原体験において、そのまんま自由奔放にしてて、自分の存在がきちんと親の心の中に映ってるっていうことが分かってたら、そうしない、そういう交換条件、発生しなかったんですね。何かをしないと愛されないっていう風なことを気づくんですよね、体験の中で。あ、静かにしてたら、うん、いい子だねって褒められる。お勉強していい成績取ったら、あんたは素晴らしいねって褒められる。何かを渡せば、自分の存在が親の心の中に映ってるっていう風に。そこで自分の存在がきちんとあるんだなっていう風な確かめができるみたいな体験を繰り返してしまうだけなんですね、うん、で、そのうちに、だから何かをしないと愛されないんだから、結局パターンとしては何かをすれば愛されるっていうパターンが気づかれてきてしまうんですよ。だからただそこでボケーとしてたら自分には何の価値もないっていうフィーリングのことなんですね、それはね、うん、結局のところ。で、もっと私たちは原体験の中ではそういう体験をするんですけど、それが重なり合ってくると、もはや原体験だけではなく、その原体験から来るパターンっていうことになってきてしまうんですね。なので、何かをすれば愛されるのパターンは交換条件っていうパターンです。例えば無限の価値がなっていうのは、ただそのまま自分が存在してるだけで無限の価値があるってことだから、何かを得ようとしたり獲得したり何者かになろうとするってことがないってことなんですよね。だからありのままただいる。だからこう無理やり実績を作るだとか、お金を獲得して、まあ、社会認知度を高めるとか、一目置かれるとか、何かそういうことに獲得意欲でもって何か活動するってことがない状態が無限の価値でいる状態そのものだと思うんですけども、大体の人間は、私たち人間はみんなその親子関係の中でそういう連鎖を、親もそういうふうに何かをしないと愛されないっていうふうに持ってるもんですけど、それを見せられるわけです。当然のこと披露されるわけですね、子育てされてる間においてはね、親からそういう連鎖を披露されるわけです。なので自分たちも嫌おなしに何かをすれば愛されるっていう交換条件で、頑張れとかなんか進化成長するっていうところが当たり前だし、正しいってことになってきちゃうわけですよ。正しさなんです、それがね。だってそれを遂行すれば親は喜ぶし、自分の存在が親の心の中に映るわけですから、きちんとそれを見て取って自分の存在価値があるってことを私たち人間は見るわけですから、当然交換条件パターンでそれが正しさであり、社会的にも頑張るとか成績を上げるとか、まあ進化成長していくってことはいいことになるわけですよね。そのまんまでいるっていうよりも、いつもいい方向性に変化していくっていうパターンを持つわけです。それはもう全人、ほぼ全人類の、まあ、パターンとなってるわけですよ。だからそれを仕組みというふうに私は呼びたいんですけれども、
そして何者かになろうとするんですよ。でも何者かが持っているもの、それは理想郷と言わざるを得ないですね。何者かになるってことは、この自分を何者かに変化させていこうという動きなわけですから、それは蜃気楼みたいなものですよね。これがここに存在しているのに、それ以外の何者かを目指すとか変わっていくっていう動きっていうのは理想郷を追いかけるみたいな話になってくるんですよ。でも理想郷の本質は何かっていうと、正しさとか、うん、いい悪いなんですよ。私たち人間は自然とどっちが正しいかな、どっちがいいかな、どこに答えがあるのかなっていう、それが交換条件パターンが生み出す思考のメカニズムなので、より良い方を選ぼうとしますので、より良い方へ進んでいこうとしますね、うんうん、なのでそれ自体が無価値観の本質なんですよ、うん、だから私が動画の中で本当に知ってほしいってことは、当たり前に思ってたことが実は別に当たり前でもなくそういう仕組みの中でこういうふうに動きを作ってたんだなっていうことを知るってことは、すでにその仕組みを俯瞰してみるっていう視座に勝手に移動してしまうっていうことが動画の中に仕組まれてしまってるんですね。なのでひょっとしたらそのことをどうしても自分の視点の中でなんとか幸せになってやろうみたいななるぞみたいな勢いで何々しようとして、そのノウハウツールとして私の動画を見てしまうのであれば、ひょっとしたらなかなかそのことの意味が入ってこないっていう場合も多々あるかもしれません。そういう視点で見てしまうと、それも全てノウハウ吸収みたいな感じになって、まあ引き寄せの法則実践したり、思考の現実化実践したりすることと何ら変わらない概念の取り込みみたいな感じになってくるので、いつも何とかしようとするってことは、何とかしなければならないっていうシチュエーションをここにガンと置いとくってことが前提になりますから、まあ孤独感や虚しさを感じる経験っていうのは、フィーリングが孤独感出てくるのは、それは人間誰も本当は一人なんですよね。生まれ、じゃあ一般的に言うだろそんな話、耳たこだよって思うかもしれない。事実なんですね。一人で生まれてきて、一人で死んでいって、例えば本当に無価値観側からの行動パターンを持つ人類の方がパーセンテージ的には全然多いと思ってるんですね、私はね。そうすると、いくら愛するような人、パートナーみたいな人と巡り合ったとしても、実は一人でいたりするんですよ。なぜかというと、喧嘩してもお門違いの話をしてるからなんですね。なんかこんな話、この前動画にもあげたから、改めてエピソードをちょっとかいつまんで例を挙げたいんですけど、ある方がね、女性の方がいつも何かこう休みの日にどっか何かお話し会を聞き、私のお話し会来た人なんですけど、聞きに行ったりとかするって言った時に、旦那さんがまあ嫌な顔するって、またそんなの行くのかっていうふうに言われる。そうすると嫌な気持ちになる、だから内緒にして出かけるようになっちゃうみたいな話をしてたんですね。で、奥さんは旦那さんにそうやって文句を言われると、自分の妻としての価値が低いように感じてしまうっていうお話をされてて、どうしてそう思うんですかって言ったら、やっぱり家事を出かけてる分おろそかにすることになるから、妻としての務めができないっていうふうに自分を責めてしまう、自分は妻としてきちんと仕事をできてないと思うっていうふうにいつも批判されると思ってしまうらしいんですよ、うん。ただし、じゃあ旦那さんはどうして批判するみたいな発言をすると思いますかって言った時に、私がダメだからだと思いますとおっしゃったんですね。でも私はほぼ断定的に私の意見を言いますねってその時言ったんですけど、うん、旦那さんは
単に寂しくて仕掛けてほしくないだけなんです。あ、まったりちゃんだった。考えたことありますかっていうふうに言った時に、考えたことがないっていうふうにその方おっしゃったんですね。でも旦那さんの心はやはり無価値観が栄養素になったような状態で、あの発言が行われてるっていうことは、自分は例えば夕飯が遅く、その奥さんは夕飯出かけて夕飯が遅くなるっていうと、すごい旦那さんがいろいろうるさく言ってくるっていうふうにおっしゃってたんですけど、旦那さんが夕飯を1時間遅らせられただけでも、自分の夕飯を遅らせてまでもそっちが優先なのか、どうせ俺は存在がもういつも優先されないダメな人間だからみたいな前提があると、そこに対してそれを打ち消したいがために相手に批判という投影を起こしてしまうんですね。なので本当は旦那さんは自分はあの大事にされない存在だっていう勘違いを親との原体験で持っていて、結局批判するのは自分が大事にされない人間だからだっていうことを感じたくないから相手を批判するってことを起こしてるだけで、奥さんが旦那さんが寂しい思いをしてそんな風に思ってたなって思いも寄ってない、寄らないわけですよね。だからお互いに自分の脳みその中に発生している見たい通りの思いの現実を見てるから、人間は思いの通りに現実を見てるっていうふうに私はいいような表現してるんですね。なので結局一人でいても、たとえ二人でいたとしても、人間は脳内に無価値観が湧く思考が発生してきてる時点では、誰と一緒にいても結局孤独なんですね。全然調和してないってことを孤独というふうに私は呼びたいんです。だから例えばミントさんが単純に孤独感というのは寂しいなとか虚しいなっていうフィーリングが湧き起こってきてるっていう意味はもちろん理解できるんですけれども、例えばそれが一人でいるからなのか、例えば誰かといたとしても心が通じ合わないからなのか、でもそのどっちもは別に同じ意味なんですね。結局のところ自分の中に無価値観っていうもの側の点灯があって、無限の価値側の点灯じゃなくて無価値観側の点灯があると、いろんなフィーリングがこうニョキニョキって出てきますけど、こっちの点灯をしてる限りにおいては、例えば誰かと一緒にいようが何をしてようが結局孤独は孤独、虚しさは虚しさってことで、分かり合わなければもっと虚しく感じるんですよ。分かってもらえないっていうフィーリングの方がより悲しみを大きくするんですね。一人でただご飯をポソポソっと一人でご飯食べることよりももっと辛いことだと思うんですよね。なぜかというと自分の中のフィーリングだけを見てるから、自分はどうせこういう存在だからお前はどうせこういうことをするんだろうみたいなことを思ってる上においてはしないんですよ。でも自分がもしどっちみち大事にされない存在だっていうふうに、さっきのエピソードの中に出てくる旦那さんみたいな思いがなければ、ああよかったね、じゃあ楽しんでおいでって、帰ってきたらどんな話だったか聞かせてねっていうふうに、相手のことを知ることにこう脳みそのスペースがあるので、自分がないがしろにされて置いてかれて、また置いてかれた妻にみたいな、なんかそういうことのべったりした発言はなくなってくるわけで、結局無限の価値側が点灯してればどんな時だって孤独じゃないし、一人でいた時だってなんかハッピーな気持ちになっちゃうんですね、基本的には。だから私多分どこ行ってもバカみたいなと思うんですけど、結局なので、ひょっとしたらどういうシチュエーションなのかっていうのをもっと、ひょっとしてミントさんの話聞く機会があったとしたら、もっと一緒にね、内面考察って形でお手伝いできるかもしれないですけど、今日はこのぐらいの話。そうですね、はい、すいません、ぜひね、このさらに深いところをね、掘り下げみたいのはね、純子さんやってらっしゃるので、なんでその無価値観を自分は持ってるんだろうっていう自分を見ていくっていうことが大事ですよね。まあ決まってますから ね、親との原体験で何かをしないと愛されないっていうことを体験するだけし続けてくるから、洗脳みたいに刷り込まれてきてる感覚からパターンが生まれてくるだけなんですよ。
あの常識って何っていうね、あなたの常識、私の非常識みたいな、私の常識があなたの非常識だったけどね、そこが見えてくるといいですよね。あれこれってすごい刷り込みだったのねって、すり富田家の常識と純子家の常識は全然違うものだったなっていうことを気づいていくとかね、そこがあれって思い込みだったんだなとかね、全部思い込みなんです。そうですよね、思い込みの積み重ね。今ね、カノンさんがおっしゃってくださったみたいに、あの正しさっていうのが、その人それぞれ、まあ、70億人いて70億通りのいわゆる普通、私にとっての普通、他人にとっての普通じゃないっていうことがあるっていうことを今おっしゃってくださったと思うんですけども、それっていうのは正しさっていうのは、こうすれば親が喜んでくれたとか、親が認めてくれたっていう感覚だけなんです。だからそれは人それぞれシチュエーションが違うから、そうですよ、ね、あの正しさっていうもの、こうすれば、あの正しいっていうことは人によって違ってくるのは当然あるわけですよね。もしかしたらミントさん、お母さんがご飯作ってる時にねえねえって言った時に無視されたのがすっごい悲しくて、それがずっと私嫌われてんだ、ママに嫌われてるんだっていう孤独感をすごいすりつけたかもしれないしね。そうですね、今の例すごく良かったんで、ちょっと使いたいんですけど、結局自分が感情体験をしたってことなんです。お母さんにしてみればなんかすごい揚げ物とかしてて音もパチパチしてて全然聞こえなくてうん、うん、危ないしね聞こえなくて無視したわけじゃないのに、まあ無視したようなシチュエーションを作ってしまったっていうことなだけで、でもママママって言っても振り向いてもらえなかったっていうことを一つの無視されたみたいな傷つきとして、あの体験でも自分の心が傷ついたっていう体験をその人がしただけで、だから親が何かしたとかっていうこととは本当はほぼほぼ関係なくて、親が何かをしてきたとしても親もそのまた親からされてきたループみたいな、そのなんか持ってる無価値観を披露しただけなのでそれは誰も悪くないし、それがだから誰も悪くなっちゃって誰を責めればいいんだよって言った時に責める先が本当はないから仕組みっていう風に呼んでるんです。うん、なるほどね。どうでしょうか、ミートさん、お分かりいただけたでしょうかはい、次いきます。としえさん、はじめまして。じゅんこさんの動画分かりやすくてよく拝見しています。はるさん、じゅんこさんは瞑想しますか。瞑想は一回もしたことないですねそうなんですね、はい、うん、夢とか見ますか。あ、夢は見ますよ寝てる時夢見ます。眠りに落ちるのって早いですか、ストーンって。まちまちですね。めっちゃ早い時もあれば、すごい寝つけない時もあるし、まあ、なんなら寝る時間決まってないんですよ。あ、そうなんですね。昼でも夜でも朝でも別に眠たい時に寝てるだけなので一番いいですよね特に睡眠時間決まってない、うん、はい。みよさん、じゅんこさんは心理セラピスト、カウンセラー、非人間の話が出ないのはなぜ。今さん、今やっとお待たせしましたさっき話した通りのことで非人間のことについて話してるんですけれども、今まで皆さんがノンデュアリティの話で私はないとか、なんかそういうことを非人間というふうに思ってらっしゃるのでしたら、ないっていう理由はこういうことが仕組みになってるからっていうお話をしてます。そう、心理セラピストでもカウンセラーでもどれでもないです純子さんですっていう。はい、としえさん、質問ですが、魂の仕組みを説明いただければ嬉しいです。肉体をまとうと決めた時、どのように魂が形成されるのだろうと、輪廻転生の仕組みにもつながるのですが、純子さんの捉え方を紹介していただければ嬉しいですって。輪廻転生はないと思ってます、うん、あるのは輪廻転生するっていうストーリーはある。このまんまだからってことかしら、うん、なので、どういうことかっていうと、あの輪廻転生先生がないって言いたいのは、ただ仕組みってここにおっしゃってるから、うんうん、仕組みがないっていうふうに私お答えしたんですね。なるほど。でもストーリーはあると思っています。
ここの違いに関してお話ししたいんですけども、昨日の夕飯、加納さん何食べましたか？昨日は焼き鳥屋さんでしたね。焼き鳥屋さんって今記憶が今出てきましたね、はい、それと過去生で何々したっていうことは一緒ってことで、うん、同じことで寝て食べたのも死んで起きたのも一緒ぐらいの感じっていうか、そうですね、だから焼き鳥を食べたっていう、まあ、エピソード記憶というかストーリーがそこに、本当は焼き鳥、まあ焼き鳥ぐらいは焼き鳥という記憶なんでしょうけど、例えばあの時あのステージに上がってたあの歌手が、10年前に見た歌手が、いや白い服だったのか、はてまてシルバーの服だったのか、どっちだったんだろうみたいな話になってくると結構記憶が曖昧だみたいな話になってくるんですけど、まあ、昨日の焼き鳥ぐらいはね焼き鳥っていう感じなんです。まあ要するに何でもいいんですけど、今出てきたことがストーリーになっていて、加納さんは今多分ご自宅にはいらっしゃらないでしょうから、今自宅ですこれ、ね、今自宅ですか、はいはい、まあ私も自宅で、じゃあ例えばの話、どっか出かけてきたとして、ここが別の自宅以外の場所だったとすると、ここには自宅はないんですね、うん、自宅から朝出てきたっていう記憶があるだけで、自宅があるわけではないんですよ。だから全ての物事はただ今起きているビジョンが見えてるっていうことと思い出されている記憶がビジョン化されてるっていうことがあるだけで、例外なく輪廻転生もそのビジョンとして、つまりストーリーとしてあるっていう、起きてるっていうことは言えるんですけど、それについての仕組みってなってくると、ただ脳の中に神経波化が起きてそれが高等用でビジョン化されてるってことが仕組みになってくると思います。この例えば頭の中で想像したものがここにあるっていうか、何だろう、まあ、想像というか、まあとにかくビジョン化が起きたものっていうことでいいと思います。それが記憶ソースなのか、だって、なんか今突然鼻つまみたい何のベクラムともないとこだと思って、別にだから意味ないんですよね、現象に起きたから起きたっていう感じですよ。何にも意味ないんですよ、本当は現象が起きることにね。ただし人間はどんな意味があるのかなっていうふうに意味付けをして考えるみたいな特色のある思考を起こすという、それ自体が現象なんですね。そういう特徴がありますね、現象の特徴があります、人間としては。葉っぱが緑色に現象化が起きているのと同じで、人間は何か思考を起こす、特に意味付けをしたりするっていう、思考を起こすっていう特徴がありますね。そういう種類のものなんですね、人間がね。あ、リーマンのこのこ歩いて、あの初等という化学物質に集まりやすいという現象。面白いね。いかがでしょうか、としえさん。何か感じていただけたら幸いです。はい、ハレムさん、上目遣いがいいですね、だそうですよ。あ、そうですか、上目遣いになってますか。かわいい、かわいらしいです。ありがとうございます。鳥さん、純子セレンディさんが、視聴者に伝えたいことは何ですか。今ですかね。あ、お話を一緒に楽しんでください。女子会開始、はい。女子会のぞき見してください。男性も気持ち一緒。はい、ありがとうございます。うん、一緒に楽しんでくださいということですね。はい、ミントさん、自分の、心地いい世界に行くためには4次元にいるのでは無理なのでしょうか。もうすでに出来上がってしまっている映画を最後まで体験するしかないんでしょうか。心地よい映画に移行するには4次元のままでは無理なんですか。多分すごくたくさんのご自身の解釈が内包されているので、まず一つ言えることは、
私たち4次元っていうのはパラレルリアリティが重なり合っているところだとすると、全てのまあじゃあ人間的な話で言うと、まあ、可能性みたいな言い方でいいですかね、分かりやすい言葉を使うと、まあ起きれること全てっていう意味ですね。それがすでに存在してるんです。そのパラレルにいる自分はそのパラレルのことを体験してるんですよね。だから全部あるってことです。でシフトするってことはないんです。なぜかというとそのパラレル一枚一枚自分がいるからなんです。そのパラレルの中にいる自分が体験してる。今は多分そうじゃないパラレルにいるか、パラレルで今このお話をしてるわけですが幸せ感じゃない方の何かフィーリングを感じるっていう、お名前もう一度教えてください。ミントさんですね。あ、ミントさんですね、うん、ミントさんが、ミントさん今この本パラレルにおいては幸せ感じゃないミントさんなんですね。でも例外なく全ての起きえる可能性全てがもうすでに存在してて同時重なり合っているので、そのパラレルではその幸せ感を感じているミントさんもいるってことです。どこを捉えましょうか、どこ、ね、どこをつなげていきましょうか。つなげる時間がちょっと、なのでシフトするとかじゃないんですよ。もうすでにそれはそこにそれぞれ自分がいて、もうそのパラレルリアリティがもうすでに存在しているってことです。コンパラレルではそうじゃないミントさんがいるってことですね。なんか座標軸のね、 X と Y の自分はとかどこにいるのかっていうか、いつもね、昔のゲームって私はここにいるだけで、中心にゲーム、テレビゲーム、昔のね、古いテレビゲームって中心に自分がいるだけでバックの絵が動きますよね。なんかそんな感じまあイメージとしてはそういう感じが近いと思いますけど、その一枚一枚にすでに自分がいるんだけど、一枚一枚違う自分ですね。同じように見える。だって例えばこう、じゃあ指をこうやって動かし始めから動かし終わりまでの私って同じように見えますけど、この1秒間にじゃあ1000億枚のコマがあったとして、1000億枚全部の自分は違うんです。どっかしら変化がある。そういう感じなんです。パラパラ漫画を。さらにもっとスケールの大きなパラマン漫画を。大きいですね。はい、ありがとうございます。ハレムさん、セレンディピティとか関係あるんですかね、お名前。もう一回お願いします。ハレムさんがセレンディピティとか関係あるんですかね、お名前は、あの純子さんのお名前がですね、セレンディピキですか。うん、ピティっていう人がいるんですかね。ああ、いや私なんかセレンディピティっていう言葉がすごい好きで、って何ですか、あの今年のちょっと春頃まで経営してたネイルサロンの名前がエリシャセレンディっていう店の名前だったんですね。でなんか純子っていう名前に何かくっつけようと思った時に店の名前半分くっつけただけなんですそしてしかもそのエリシャセレンディっていうネイルサロンの名前もなんか息子がサッカー選手でエルシャーラビーってかっこいい名前だよねとかってつぶやいてたのを聞いて、なんかそういうリズムいいねみたいな感じで適当に決めたっていう、なんか全部が適当なので深い意味本当ない。ただセレンディピティっていう言葉のセレンディっていうあの言葉がその時なんかマイブームだったので、ちょっとエルシャーラビーっていうリズムとそのセレンディをなんか掛け合わせてなんか女性的な音でとかっていうふうになんか息子と連想ゲームしてた時にそれがただ出てきたって言って、流れ出てきた店の名前の半分ちょにってくるです。いいな、いい、すごいいい、純子さん大好きだわセレンディっていうのは何か意味あるんですか。あ、だからセレンディピティのセレンディをただその店の名前作るときになんか
連想ゲームで私何がいいかなとかって言ってる時、ただ適当にセレンディピティっていう何か人がいるんですかね、これ。あ、セレンディピティって言葉をまあウィキペディアで調べてください。はい、で、あのイタリア語とかセレナーデとかそういうのに何か似てるのかなとか思いつつ。あ、セレンディピティっていう言葉がワンワードであるので、それ、うん、じゃあ後であとでウィキペディアで見てみたいと思います。はい、ラニさん、純子さんが分かったきっかけを教えていただけますか。あ、分かったきっかけですか。うん、あ、今回の中いろいろ動画の話とかですか。そうですね、純子さんが、まあ、さっきねおっしゃってましたけどね、あの、うん、最初からだってこと。あ、ないです。うん、うん、きっかけとかはない。きっかけとかはない、はい、もう最初からそれだからってことですね。特に明瞭に言語化できるようになったのは割と38歳以降だとは思ってますけど、うん、だそうです。はい、ハルムさん、美女のビジョンがいいな、ダジャレできました、おじさん。ありがとうございます。ネオさん、こんばんは。こんばんは。ミルコさん、確かに純子さんの動画を見てから勝手に変わってきました、笑いっていう。うーん、あ、そういうコメントをくださる方ものすごい今増えてて、うん、逆に質問よりもそういうふうに勝手な変化に関する、うん、不思議なんだけどこうなりましたみたいなコメントの方が逆に多いんです。実はいいですね、寄せていただくコメントとしては、うんうんうん、質問の方が逆に少ないです。質問が分からなくなっちゃうと思うんですよね。うん、なんか多分何回も何回も繰り返し順番に動画をかじりつくように見るっていう感じの方がそのコメントの中には多かったです。そうなんでしょうね。そうだから本当にあの出ていただいて何を喋ろうっていうところが、それが私の質問だったという。そうなんです。鳥さん、勝手に怒ってる？クエスチョン。自然に起きてる？クマ。勝手に怒ってるってことがやっぱり腑に落ちてないっていう、勝手に怒ってるっていう意味がわからないってことですかね。例えば勝手に怒ってるって何なんだよって思いが勝手に起きてますね。浮き上がって浮いて湧いてくるっていうかね。そうです、一瞬一瞬自分の思ってることは、うん、どんなことでも勝手にそういう考えが起きてくるわけですよねっていう意味だと思います。ですよね。はい。いいでしょうか。そうなんですね。そこからまたね、上塗りしていくのも勝手に起きていくのも練り上げてるのもあるしねっていうところですかね。そうですね。ね、勝手に作ってるっていう、うん、うん、とこですかね。はい、マコリンさん、カノンさん、こんばんは。帰りが遅くなってシャワー浴びてたのでかなり遅れてしまいました。じゅんこさんの動画拝見させていただき、じゅんこさんは霊が見えるのか、霊が見えるとかの現象はどう思いま、ん？現象はどう思いました。多分それも起きているだけって言うんだろうけど、時間も空間も幻想だと思いますが、今放送しているカノンさんの住んでいる関東の場所も本当は地続きなんじゃないですかね。ないですよね。どうだ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 、ん？多分おっしゃりたいことは、まあ時間と空間はないっていうことがよくわからないんだと思うんです。うん、でも私たちが少なくとも五感で捉えてる外界のものは全て波なんですね。うん、じゃあ一番わかりやすい、あ、全て波って言い切れないな、例えば花が、まあいいや、じゃあとりあえず波で一番わかりやすいものは多分視覚的なものだと思うんですけど、目のそのガラス玉みたいなこのところに、まあ当たってるのは波なんですよね。うん、まあいわゆる可視光線って言われてる波が主に
私たちの脳内で色とか光になってるんですけれども、それ以外の波もいっぱいあるんですけど目に見えないってことはどういうことかっていうと、脳内でビジョン転換が起こせない波の種類ってことになりますね。例えば携帯電話の電波とかラジオの電波とか、まあ、電子レンジのマイクロウェーブとか紫外線、赤外線、X 線、放射線もいっぱいありますね、うん、だけど全部同じ電磁波ですね。可視光線も例外なく電磁波ですね。ただ私たちがそのすごいたくさんある光とか周波数、つまり波の種類ですけども、電磁波の割とほんと狭い領域を可視光線というふうに呼ぶのは、目に当たった時に脳内ビジョン化が起こせる領域の波という意味ですよね。波があるから、その波が当たった時に、まあ、網膜から視神経通して後頭葉につながってる刺激が一つのパターンモデルによって色に転換されてるってことですね。テレビもそうですね。裏基板に何か電気がバーって流れた時に基板通ってこういう信号リズムだったらこういう風な色を出すみたいな風にしてスクリーンに映像出てますよね。人間の脳も一緒です。だからここにあるとかないとかじゃなくて、じゃあその波を遮断してみましょう。それは簡単です。目を閉じればいいだけです。何かありますか？目を閉じた時に何もないですよね。つまり目を閉じた時にビジョンが何もないってことは、波が遮断されたっていう意味ですから、脳内に何のビジョン化も起きてないってことですよね。つまりそれはないってことにします、うん、そういうことです。面白い。すごい、そういう説明大好きでも耳も同じですよ。音拾ってるし、ね、うん、あの鼻は気体になった化学物質、まあ、味覚は本当は固体の化学物質の、うん、脳内で味とか匂いっていう風な質感に転換してってあると思ってるだけですからね。耳なんかはアプリとかでもね、耳のどこのヘルツまで聞こえますかみたいなのあってね、年齢の若い子は結構高い音聞こえるけど、お年を召してくるとその辺聞こえなくなってくる。でも音はあるんですよね。でも自分が捉えてない、それの目も一緒。波動域以外の音が、うん、やっぱり可視光線の外側に光線があるのと一緒で、可聴域以外 の波があるってことを私たちは知ってますよ ね、うん、そういう感じですよね。もっと面白いことに、うん、音を聞いた時なんかすごく分かりやすいんですけど、脳っていうのはとにかく錯覚認識させるモデルのプロみたいなので自分の知ってるものに近づけたいんですよね。うん、そうですね。それもあります。そういうモデルもあります、うん、あとはどっか遠くで聞こえた音を今バーンって、例えば遠くで花火鳴ったみたいな風に、雷鳴ったみたいな風に聞こえるじゃないですか。でもおかしいんですよ。聞こえるってことは、ここに波が届いて鼓膜に当たった時に初めて脳で音の転換が起きるはずなんですよね、うん、なのに遠くで今鳴ったっていう風に、あそこら辺で鳴ったっていう風に聞こえるってことは、波が届いた後のことを、あ、前のことを今聞こえた風に思わせられてるんですから、うんうん、例えば、うん、バーンって100メートル先で花火が鳴ったとします、うん、そしたら花火の音は波がこう耳に届いた時に初めて聞こえたってことになったじゃないですか、うんうん、なのに今自分が100メートル先にで花火が今鳴ったっていうふうに思うんですね、うんうん、でも前に聞こえてるはずですよね。そうですよね。自分が今鳴ってるあそこでと思う以前に音が、うんうん、音の発生源が起きてるはずなのに、うん、それよりも後に届いた波をあそこから今聞こえたっていう思うってことは、時間差で今思うっていうことが脳内でいつも発生しているのを、私たちは普通にそれを、うん、そうですよね、持ってますよね、うん、そうですね、波紋、うん、錯覚認識させられてる、うん、そうですね、うん、
そういうことしかないってことです。つまりすごいあのバーチャルリアリティ、バーチャルリアリティっていうね映像ありますけど、もうこれ自体がもう、うん、作ってリアリティ自体がバーチャルというか。どっちなんだよって感じですけど、あの要するに観測機ですよね、うん、すごく。しかも観測しているものは脳内に発生したビジョンなんですよね、うん、実は、うんうん、理解さしてるっていうか、見てそれがここで再生されてイコールになっていくっていうかね、そう、作られたと同時に見るということが起きてる、うん、認識と、そうですね、発生させるイコールも見るが同時に起きてるっていう、しかも発生源としての起こりも、人間以外の人間を作った存在という存在って言い方変ですけど、まあ、エネルギーというかそれ自体が起こしてますからね。そうですね、面白い、たまんないですね。もう時間がねちょっと10時を回ってきてるのでね、あ、はい、あ、あっという間でしたね。あっという間すぎますよね。またぜひね、あのお呼びしたいなと思うんですけど、ちょっとねざーっとチャットを読んでいきたいですね。鳥さん、純子さんと、井上哲元老師の対談を見てみたいです。私も見たい。ぜひねゲスト同士で、哲元さん、井上老師とかご存知ですか？私存じ上げないです。そうですか。 YouTube で井上哲元老師もやっぱスピーチャル TV でもあのゲストで出ていただいたりしてるので面白いですよ、はい、あの面白い老師たちなので見てみてください。たろみさん、字が過去私は何もできないし、はい。はい、ハレムさん、 YouTube であなたにおすすめ出てました、うん、ね、私のところにも出てました。鳥さん、純子さんと、あ、はい、見てみたいですね。みやさん、井上哲元老師は女なんだろう。なんだそれだそうです。マコリンさん、カノンさん、なんかこの世界はオカルトそのものじゃないですか。オカルトと捉えてるね。オカルトが何かよく私わからないです、ね、そうですね。逆にオカルトって何か教えてください今度。そうですね、次回ぜひオカルトの定義をね、マコリンさんの定義、そして私の定義とかをみんなでじゃあオカルト談義をしてみたいかなと思います。はい、皆さん、好きなので喜んで受けるでしょう、うん、何の話だったかな、さっきの続きですね。あ、哲元さんがですね、おお、そうですね、対談、どなたか哲元さんに言っていただければ、あの私間取り持っていきたいと思います。はるさん、ありがとうございます。信じられないような悪いことが起こっても自分が気づいてなかっただけなので、そのような、低い周波数だったということですね。よくわかりました、ありがとうございました。あ、よかったですね、わかったそうです。ななこさん、一番最初に書いた私の質問によかったら答えてもらえたら嬉しいです。ああ、一番最初ですもんね。なんだったかな、ちょっと。最後にこの一番最初にせっかく書いていただいたから。そうですね。じゃあその質問を。あの、お答えさせ、最後の質問でお答えさせていただこうかなと思いますけど。ななこさん。ただし、私が最初の質問が。あ、そっかそっか、ごめんなさいごめんなさい。あの、みんな YouTube とか音量とかのね、チェックの前に書いていただいたのがあったんでした。あ、そうですね。はい。はい、わかりました。私読みますね。純子さんに質問です。子どもの頃のトラウマや日々の生活の中で感じるネガティブな感情をただ感じて流しているつもりなのですが、次々とネガティブな感情が来ます。ネガティブも楽しいや、嬉しいと同じだと聞きますが、辛いです。ネガティブの天才なんかじゃないかと思うくらいにいつも考えてしまいます。どうしたらいいですか？純子さんはネガティブは今ないですか？奈々子さん、お待たせしました。まあ、このご質問に答える内容ってちょっとかぶる、ミントさんの質問に話した内容と全く同じ。そうですね、幸せ感はどうやって体験できるのでしょうかっていうくだりのご質問に対する、うん、あのお答えと全く同じことを今から話すことになると思います。はい、じゃあ一つだけちょっとここの部分に関して、流すとか流さないとか、感情をただ感じて流しているつもりなのですがっていうふうにおっしゃっ
が、ね、流すからネガティブな感情が起きなくなるわけでもないっていうことなんですね。なので、ネガティブな感情っていうのを、例えばネガティブっていう言葉を、例えばもっと具体的に言うと寂しいとか、まあ何かその具体的に言うと多分それらのことかなと思うんですけど、子どもの頃のトラウマが終わりになるっていうふうにおっしゃってますね。結局ムカつく側の転倒があると、それはなんか具体的に話を聞いた方が早いんですけども、要するに単にネガティブを消そうとするとか、どうしたらいいかっていうことを考えても消えないんですね。もしよかったら動画見てみてください。それでその中でちょっとわからないみたいなところがあったら、少しだったら多分メールで質問にお答えできるかもしれません。基本的には一人一人メールで答えられるようなボリュームで質問にお答えできることはほとんどないと思っているので、トピックの材料としての質問しか受け付けてないんですけど、見てみてもらった上で1個か2個ほんとかいつまんだ質問でしたらお答えできる可能性があるので、まあできたらちょっとその辺見てみてください。はい、ありがとうございます。ね、ほんと前の方の質問とねちょっと形が、はい、同じだと思うのでね、すごく長く、はい、答えてくださっているので、ぜひ見てみてください、はい。本当動画何回も繰り返し、そしてこの今日の放送も繰り返して見ていただけるとすごいいいと思います。はい、ありがとうございます。マコリンさん、全ては決まっていると決まっているのですかってことですね。はい、っていう決まっているという言い方でもいいのかもしれないんですけど、人間的な表現をすると、すべての起こり得る可能性がすでに存在しているっていうことです。全部起こり得るってことです。ね、また次回来ていただいたときに、ゆっくりといろんな質問を答えていただこうと、ちょっとチャットだけね、読み上げていこうと思います。サマさん、こんばんは。はい、こんばんは。おぎいさん、こんばんは。帰宅したので、今から見せていただきます。どうぞ、録画もご覧ください。ブルーちゃん。こんばんは。スピリチュアルで言われていることは全て、実は全て脳が織りなすサイエンスのお話なのでしょうかってこと。これも面白そうなのでですね、次回答えていただきたいと思います。ルイさん、もう嫉妬とかはないですか。うんうん、楽しみですね。ハルさん、ジュンコさんは痛い時はどうですか。どうでしょう。この辺次の課題を取っとこうかなっていう、またね後で読んじゃうので、後で、今答えたいっていうのがあったら突っ込んでください。しおさん、こんばんは。はい。あいかさん、こんばんは。お話楽しく見ています。ありがとうございます。まこりんさん、肉体の体験をしている以上、本当のことはわからないと思いますが、ということですね。いもねんさん、じゅんこさん、こんばんは。動画楽しみに拝見しています。質問です。じゅんこさんは、息子さんたちにノンデュアリティや本質の話を されたりしますか？子育て、お話も聞きたいです。そうですね。子育てのお話も、ぜひと思います。次回。しおさん、あれ、かのんさん、なんか目があまり開けられないような感じになっていませんか。お疲れなのでしょうか。しっかり休んでくださいませ。いや今日はね面白くてね、うんうんってね、ほこらちゃってね、お目目がちょっとへの字になってるんです。ありがとうございます。元気です。カオスラブさん、たとえ私はないとしても、苦しいとか悲しいとか辛い、憎いとか感情は一転として、実在するのではないですかっていうことと、ネオさん、次元差分かりにくい、ハートウフ。ミントさん、ジュンコさん、質問に答えていただきありがとうございます。はい、いつも母から無視されたり否定ばかりされて悲しんでたのを覚えてます。そのことから大好きな人から嫌われるくらいなら、どんな人でも 100% 信じることができずに疑う癖を持ってしまってます。そういう仕組みなんですね。いろいろ教えていただきありがとうございます。これからも動画配信楽しみにしています。素敵、よかったよかった。ぜひね、スカッてなっちゃってください。しおさん、大きな男の女の子、うんうん、ですね。まこりんさん、
物が腐って臭くなっていく現象もこういうことも全てリアルに感じさせるためこの世界の仕組みなんでしょうか。この肉体の現象をどう説明しますか。次回のテーマまた書いてくださいね。次回またね、ネオさん多大なシオンさんなのに、うん、っていう、ミントさん次元の話も少し勘違いして理解していました。ご説明ありがとうございます。嬉しかったです。よかったですね。で、ここら辺はいいですね。ヨーコさん、先ほどの無価値観のお話で亡き父が毎日のように些細なことでピリピリと怒っていた理由がよく分かりました。自分自身も引き継いでいることも気づくことができ何か今すっきりした感覚があります。分かりやすいご説明ありがとうございました。よかったよかった。うんうん、また分かよ。鳥さん、セレンディピティとは、素敵な偶然に出会ったり予想外のものを発見すること、また何かを探しているときに探しているものとは別の価値があるものを偶然見つけること、平たく言うとふとした偶然をきっかけに幸運をつかみ取ることである。ありがとうございます。そうです、そうです、そうです。ウィキペディア鳥さん、ありがとうございます。さっきサノンさんが自分でこう調べて読んで、なるほどそういうことかって思ったら面白いかなと思ってあ、でもありがとうございますね。答えが来た。ありがとうございます。京子さんこんばんは。鳥さん、うん、ありがとうございました。まこりさん、本当は質問ないのですが無理して質問考えています。ありがとうございます。私がね、質問作ってっていう、書いてっていうことを先にねお伝えしていたので作っていただいたようでありがとうございます。京子さん、私も、動画配信毎日楽しみに見ています。ありがとうございます。鳥さん、セレンディピティナビゲーターそれも面白いですね。ね、素敵ですね。そよ風さん、起きてくることは変えられないからしょうがないんですよねみたいな、うーん、どうね、またこれはいろいろ繰り返し見ていただければわかると思います。鳥さん、純子さんのイヤリング素敵です。涼しげなブルーに見えて爽やかですね。うん、いいね。はい、マコリンさん、地続きだと思っていることも幻想という意味で書いたのですが読みづらい文章ですみません。いえいえ、こちらが読解力が私がなくて失礼いたしました。鳥さん、生放送2時間超え女子会トーク風盛り上がりません。イエスイエーイ嬉しいね、本当だよね。2時間超えになりました、淡々と。リモネンさん、体も純粋意識の表れですか。また夢も、現実も大してあまり変わらないがないということでしょうかね。そうです一言答えでした。ひささん、自由意志がないのであれば犯罪者に対しても本質的には罪を問えないように思うのですがどう思いますか。そういうことじゃないんですよ。そうですね、そこはまた違う、次回の課題、次回これ説明したいと思います、はい、よくそういうふうにおっしゃる方いるので、ね、ここね、何でもやっていいのかってことになっちゃう、何でもいいのか、人殺しもいいのかみたいなね、そういうことじゃないんですよ、ね、そこは違いますよね。はい、マコリンさん、犯罪も現象界ではペナルティという現象が発生するということでは、はい、皆さん、思いに浸るのもあなた次第ですからね、うふみたいな、うふなんて書いてないな。カオスラブさん、マコリンさんに一票。なるほど、はい、鳥さん、純子さんの声は聞き取りやすくて可愛らしくて癒されれば、そう思って私もお呼びしたかったんですよありがとうございます。あ、鳥さん、カノンさんも声も優しく癒されます。ありがとうございます。もう正直者みたいな鳥さんいろんなことが知れて楽しかったです。ありがとうございます。うん、こちらこそありがとうございます。はるさん、たくさん質問に答えてくださってありがとうございました。これからも何度も繰り返し動画を見せさせていただきます。ありがとうございます。ということでした。はい、今日は本当、純子さん、ありがとうございます。最後にまとめて何か、今後やっていくこととか、お伝えしたいこと、告知などあったらどうぞお伝えくださいませ。まあまあ、なんか情報とかメルマガでお伝えしていこうと思うので、はい、もしよかったらメルマガ号外とかを出させていただくので、うん、それ見ていただけたらありがたいです。あ、ただ直近で締め切りがあるのが12月1日から30日間スタートする30日間ノンジェリティセッションという企画をやるんですね、うん、今度、うん、週1回ミーティングと称してこういうようなトーキングをすることを毎週やって、あとは Facebook
ループで秘密のグループを作っているので、そこでのやり取りだったりとか、うん、あとまあ、あのクルーと私は皆さんクルーと呼んでやっていただいた方はもう宇宙船のクルーみたいな感じですけど、もうふざけてますけどもうそのぐらいのお気楽な感じが大好き。クルーになっていただいた方にはもういろいろ特典動画のプレゼントとか、あの動画に使ってるあのなんかメモ書き、私のメモ書きがすごい欲しいっていう声がすごいたくさんあるので、うんうんうん、あの PDF ファイルにしてプレゼントしたりとか、まあ、もうほど盛りだくさんのことがある企画なので、あとちょっとで、ね、定員に達するし、あの募集締め切りの期日も来ちゃうので、もし興味がある方は覗いてみてください。覗いてみてください、ね、検索していただいた後で、あの終わったらあのチャットの方にぜひメルマガの URL とかお知らせしたい URL を載っけてっていただけたらね、せっかくですからさ、はい、載せていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。でまたね、次回今日の続きを質問、はい、なんかね、うん、あの質問せっかくお寄せいただいたのに本当お答えできなくてねーでした。なのでもしまた来てくださいよろしかったら、はい、次回企画でまたあの質問を寄せ、同じ質問でいいので今日答えれなかった質問に関してまたお寄せいただいたら、ぜひ、うん、そうですね、はい、また書きに来てください。皆さんぜひ、はい、ご覧になっていただきたいと思います。それでまたね、今日これを動画で録画でご覧になっていただけてる方、スピリチュアル TV-TV.com で、この生放送で、今日17日の11月17日の夜8時からやっておりましたのでね、また次回多分また純子さんの方でもスピチャル TV 出るよっていうのをメルマガでもね、この間配信していただいてたのでね、そうなんです、うん、今日はたくさんの方に、チャットや生放送でも見ていただけてましたので、またね次回を楽しみにしたいと思います。はい、はい、今日は本当皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございます。また次回お会いしたいと思います。今日はありがとうございました。またよろしくお願いいたします。楽しかったです。はい、こちらこそ楽しかったです。ゆこさんまた連絡します。一回スカイプ切りますね。はい、わかりました。はい、失礼いたします。じゃあ皆さん、また明日はかのんちゃん朝から放送します。よろしくお願いします。頑張ってください。はい、ありがとうございます。じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。Thank you.